秋山、サビア、かわせるか、アントニーシュが抜けたぞ、シュート来ました、サビアの先制点、松本山が1対0。手元の時計、前半の31分過ぎたところです。このボールの浮き方ですよね。あとはこれゴール前落ち着いてましたよね、サビア、素晴らしいゴールだと思いますね。今シーズン4点目が目標です。8ポイント差、さあ抜けるか、イカルドロボ、おっとここは村山と競ってシュートに行く、決まった、イカルドロボ開始早々愛媛、ここから反撃の狼煙、キーパーとの接触、リカルドロボ、本人は倒れていますが、いや一度倒れてからこのね、シュートがやはりうまいですよね。2試合連続のこれが3ゴール目。